はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。ちょっとすっかり動画撮るのを忘れてるので、これ2020年の2月23日に録画した話でございます。日にち言ったっていうことは日朝ってあるものですね、お話をさせていただきます。仮面ライダー01の24話の感想でございます。今回の放送回が、まあ、暴走する、メタルなんとかキーかな、ごめんなさいね。その使いこなせなくてどうのこうのだったのを使いこなせる回という感じでした。久しぶりにですね、普通に、受けられなかったので、もちろん東映ファンクラブで見させていただきましたけど、いや、よかったっすね。感想としてそんな感じですし、気になるのは今後どうなんだろうねって。という感じで楽しみでございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。